前回のビデオでは新しいプロジェクトとユーザーの作成方法についてご紹介しました。このビデオでは様々なタイプのメディアのインポート方法についてご説明します。ファイルメニューのインポートから、もしくはメディアライブラリの右クリックでメディアハブにアクセスすることができます。またはスクリーン下のメディアハブのタブでも開くことができます。 メディアハブには大きく2つのセクションがあります。左側はメディアライブラリーですね。ソースメディアやシーケンスが含まれるスモークのデータベースになります。右側はファイルブラウザーです。システム上有効なロケーションにアクセスすることができます。今、ローカルストレージとネットワーク接続が見えています。メディアがあるフォルダをダブルクリックして開いていきます。 ファイルの場所は上の部分にフォルダーの階層で表示されます。スクリーン右上のプルダーメニューをクリックすると、ブックマークを作成することができますので、いつでも瞬時に好きな場所にアクセスすることが可能です。メディアハブでは、メディアライブラリにメディアをインポートする前にメディアを確認することができます。サポートしているストリーミングメディアのフォーマットやイメージシーケンス、 あるいはシングルクリップをクリックしてタイムコードの上の部分をドラッグすることでスクラブすることができますまたクリップをダブルクリックするとプレビューウィンドウが表示されますここで再生してみたりクリップ情報やメタデータを確認することもできますクリップインフォにはクリップのレゾリューションフォーマットタイムコードなどの詳細が記述されています メタデータのタブを開くと、そのフォーマットのより詳細な情報を見ることができます。例えば、レッドやアリカメラで撮影したショットのメタデータを見てみましょう。メタデータの調整、設定を調整する必要があれば、フォーマットスペシックオプションのタブを開いて、選択したクリップに対して様々なメタデータの設定を調整することができます。 メディアをインポートする前にスモーク側でメディアをマネージするかどうかを決める必要がありますネイティブのフォーマットでファイルをインポートしてそのままキープすることもできますしプロジェクトの設定の際に選択した中間フォーマットにトランスコードしたフッテージを使用することも可能ですこのトランスコードしたフッテージはスモークをインストールした時に選択したメディアストレージ スモークがマネージしているメディアフォルダーですね。こちらにコピーされます。ジェネラルのタブに切り替えると、クリップオプションにクリエイトプロジェクトメディアのボタンがオフになっています。このボタンをオフになっていると、レディストのソースとしてダイレクトにフッテージをスモークにインポートします。 クリエイトプロジェクトメディアをオンにしてメディアをインポートするとスモークはバックグラウンドでフッテージをインターメディエイトフォーマットに変換しますこのプロジェクトではプロジェクトの設定でインターメディエイトにプロレゾを使用しています最初はネイティブのソースを使用して作業をスタートしますがバックグラウンドでのトランスコードの処理が終われば自動的にインターメディエイトのフォーマットに切り替わります ジョブブののタをを開くとバックグラウンドのプロセスを確認することができますこのビデオでは「CreateProjectMedia」のオプションはオフにしてネイティブのソースで作業を進めていきたいと思います。インポートしたいクリップを選択してメニューの「インポート」ボタンをクリックするかもっと簡単にブラウザーでクリップをドラッグドロップしてインポートします。 メディアライブラリー直下にドロップすると自動的にフォルダーが作られますわかりやすいようにフォルダー名を入力しておきましょうまた既にあるフォルダーにドロップするとそのフォルダーの中にインポートされます Mac の Finder からもドラッグドロップでダイレクトにインポートすることもできます次のビデオでは Photoshop PSD ファイル アルファチャンネル付きのファイルの取り扱い方についてご説明します。